石垣市平江の種取り祭は早朝から集落近くの海岸にある宇滝ターダオンで行われ、五穀の種を備え神に仕える女性たちが今年1年の豊作を祈願しました。このあと祭りは集落内にあるホールザーオンに場所を移し、旗頭や五穀の種を奉納したり、婦人会などが伝統芸能を披露したほか、小学生によるマーチングバンドなども披露されました。そしてこの祭り最後の見どころは伝統の奉納競馬カタバル馬。観衆の前を馬が颯爽と駆け抜けて祭りを盛り上げると大きな拍手が送られていました。